WWS チャンネルをご覧の皆さん、私たちフラガントライブでーす。大きいステージで新体制になってから私たちまだこんな大きいステージっていうのはないんですね。だから広々と使えたんですけど、今日でもちょっと5人で出演だったのがすごい悔しいなっていう気持ちではあるんですけど、でもめちゃめちゃ楽しかったです。はい、まずは透明版ツアーがフラドラ秋から控えてるので、はい、やっぱ新体制になってからもういろんな人に知ってもらいたいし見てもらいたいって気持ちがたくさんあるので、透明版ツアー大阪名古屋東京と帰ってきた頃にはさらに成長して来年を迎えれるようにみんなでやりたいなと思ってます。はい、挑戦したいグルメ、大盛り、デカ盛り食べたい。秋にまつわってないけど、まつわってはないけど、大盛り、食欲の秋だから、いっぱい食べれちゃう。大盛りをチャレンジ。あとあれじゃない、激辛さ、好きなメンバーね。激辛、めっちゃ辛いやつとかじゃない。なんか涼しくなると辛いのも結構汗とか先辛くなってきてこう食べやすいかな。激辛挑戦したいね。いいね、楽しそう。小さい頃に、紅葉とかって枯れて落ちると、こう、サクサク言うじゃないですか。それを踏むのが好きで、昔からずっとやってます。もうこうやって。イチョウとか、パキパキもサクサクにしたなんか、ポテチのカスみたいな。イチゴね。イチゴのカスみたいな。黄色くなって。本当に、ちゃんと景色が大事だから、そこしないでください。あ、すいません。すいません。それがちょっと好きなんだけど、ダメかな。ちょっと気をつけます。はい、私たちフラグラントドライブ、普段7人で活動しています。10月からは透明版ツアーも始まりますし、今日気になったなっていう方はぜひ SNS チェックしてくださると嬉しいです。たくさんの人にフラドラの輪が広がりますように、ありがとうございます。ありがとうございました。